いやー待ちわびましたよ。ウルトラ待ちわびましたよ。ウルトラヤッポニーですよ。ヤッポニーですよ。今日はなんでこんなに待ち遠しかったかというと、これですよ。これ巨額ショーパックウルトラフォース、これの発売日です。イエイ。いいんですよ、この新しいカードアーゴ 4GX、 これが入っておりまして、ウルトラビーストがかなり強化されたという新しい段になります。見てこのキャッチコピー、ウルトラビースト軍団を引き連れてアーゴ 4GX が舞う、かっこいい。というわけで今回は許可学習パックですので、入っているパックは1ボックス20パック入り。というわけで20パックを開けていきましょう。じゃあ行きましょう。1パック目、ういっ。やっぱね、許可学習パックだからね、まあ、全部光ってるんですよね。オールキラーカードですよ。はい、レアコイル、あ、いいね。今回は雷タイプでレアコイル登場しました。うん、雫もあっ、キラの水エネルギー、えっ、ハルキア GX いきなり来た。冬を疲れたな。はい、というわけで1パック目、いきなりパルキア GX 当たっちゃいました。運がめっちゃいい。2パック目、あっいいね。ベベノムですね。ベベノム、コイル、鋼エネルギー、あ、いいね。キラの鋼欲しかったのね。赤パッチいいじゃない。あ、こだわり鉢巻き赤パッチ、これかなりいいんじゃないですか。これベベノブはね、アーゴ 4GX に進化するんで、これはぜひ今回4万円ぐらい当てておきたい。ほい、水エネルギー、うー、ネクロスマ、暁の翼来ました。で、ハンサムと、アルセウスプリズムスターです。またしても冬を使う形で、え、来ました。おー、始まりの掟、技の効果を受けないと。トリニティスターも普通に強いんでね。いや、いいな。もうこれ4パック目で GX1 枚にプリズムスター1枚ってすごくない？おい、雪かぶり、あ、これ進化するんですよね、雪のね。おい、ガバイトですね。よしよし、ガバイトも欲しかった。おい、おお。来ちゃった。これアーゴ 4GX のダブルレア来ました。おお、かっこいい。あとやっぱルカリオ GX とガブリアス欲しいですね。ルカリオ GX、ガブリアス欲しい。いきましょう。おい、カラの超人からのほい。うん、ネクローズマ、黄昏の手紙強いですね、これもね。黄昏の弾丸がね、60ダメージ、1匹、ポケモン GX1 匹に選んで60なんでね、結構使い勝手がいいですね。あの HP 高いポケモン GX 二進化のやつとかをね、逃げたやつを倒せるんで、ちょうどいい感じします。はい、はい、グレッグル、エアコイル、水エネルギー、おー、ウルトラスペシャル、あ、いいじゃん。これ両方欲しかったわ。欲しいんだよな。ほい、あ、ユクシー来たね。ユクシー役のメイメリットを揃えたい、せっかくだから。雷からの、来ました、ルカリオ GX とユニットエネルギー。いや、来たね。欲しいと言ったらやはり来ました。これがポイント1ですよ。ルカリオ GX はね、この波動撃が強い、120ダメージがね、1エネで条件付きですけど出せまして、トータイプなんてね、
みんながよく対戦しているとぶっちゃたる壁ゾロアクジ X を一撃倒せるっていう非常に強力なホテルのポケモン。うん、いや使いやすいんですよねこれ。いいね、ユートラスペースメメです。欲しかった欲しかった。いいよいいよ。さあ残り4パックですよ。やばい、残り2パックだよ。頼む、スーパーで入っててくれ。頼む。おい。はい。はい。頼む。頼む来い。おい。あ、でもウルトラチョス体が入ってきましたね、もう。ゴンガゼルも入ってたし。うん。ウルトラチョス体もね、なかったんで、よかったよかった。よかったが、あと1パックか。これ、アセチですよ。やばい。ポニタ石がスーパーレア以上が出ないっていうことは、めったにないはずなんですけれど、今回、久しぶりにその可能性が出てきました。これは、僕への挑戦状として受け取りましょう。僕の運の良さ。めっちゃ運がいいという僕の特徴に対する運営からの反逆、運営からの反逆。はい、これあえて一番後ろのカードを先にね、見ておきましょう。はいはいはい、ヒードラね。ふいふい、いきますよ。ラスイチラスイチ、せーの、ふい。リアルびっくりしたわ。まあ、正直これ当たんないと思ったからなんだこれ。これがそもそもスーパーレアが必ず入っているのかどうかすら分かんないんだけど、今回入ってたか必ず分かんないよ、分かんないけど、とりあえず当たりました。ラフィーチでリアルガチ X のスーパーレア来ました。炎タイプ弱点ですけれど、鋼鉄のフライパンがあるんで、本当に強いと思いますね。この4枚のダブルレアに加えてアルセウスプリズムスターが当たりました。よっしゃ、ちょっと新年初のボックス開封は勝ちということでよろしいですね。はい、皆さんもぜひ許可拡張パックウルトラフォースを購入し、僕よりレアなカードを当ててみてください。待ってます。